ただいま、やっていきましょう。流行り神ちょっとこのいつも流行り神の言い方をちょっとダークな感じで読む感じちょっと一瞬忘れちゃうんだよな、なんかはい、やっていきましょう。データベース読みのコーナーですね。今回結構多いんでやっていきましょう。あー、エリザベート・バートリーね。吸血鬼伝説の中でも吸血女として最も名高いのがこのエリザベート・バートリーだろう。この希代の吸血女エリザベートは1560年ハンガリーのトランシルバニアに、何これ、スーキ教やトランシルバニア公、ポーランド王を輩出した名門中の名門、バートリー家の娘として生まれる。1575年、エリザベートは15歳にして、フェレンツナ・ナーダッシュディ伯爵と結婚し、チェイテと呼ばれる城に移り住む。夫、フェレンツは、ハンガリーの黒い英雄とも称えられた勇猛果敢なる軍人であったが、そのため戦場に出ていることも多かった。エリザベートはその寂しい結婚生活から逃げ出すように、どこの誰とも知れぬ男と駆け落ちしてしまう。しかし、その駆け落ちは失敗に終わり、再び城に戻ったエリザベートは、州都の厳しい監視下に置かれてしまう。その頃から彼女は城内のそば使いの娘たちを拷問にかける喜びを覚えることになったという。その後エリザベートは夫との間に3人の息子と1人の娘を設けるが、1600年に夫がこの世を去ると共に宗徒を追放し、彼女の残虐非道な行いは加速度を増していった。ある日エリザベートの髪を溶かしていた女中が彼女の髪の毛を引っ掛け、エリザベートの平手打ちを食らってしまう。女中が流した鼻血を手に浴びたエリザベートは、血を浴びた部分の肌が若々しい艶を取り戻したように思えた。それはかねてより美貌の衰えを感じていたエリザベートにとってこれ以上にないほどの嬉しい発見だった。エリザベートは召使いたちに命じて、その女中を裸にすると体を切り刻んで血を絞り取り、その血を浴槽にため、美容のためその中に体を浸した。以降もエリザベートの行為はますますエスカレートし、召使いのツルコ、ウバのイロナヨウ、カレーのヤノシューウィッバリー、魔女ドロティア、センスとダルウェーラと共に、以降10年の間近隣の村々から娘を連れてきては死の享楽に、何これ、なんちゃったのだった。ところがある時、捕らえていた娘の一人が逃げ出した。かねてより近隣の村で若い娘の行方不明が多いという噂が広がっていたこともあり、1610年12月30日事実を確認するためチェイテ城に乗り込んだエリザベートのいとこで軍曹官でもあったジェルジ・トルゾはそこに世にも恐ろしい光景を目にする。そこは体の中を穴だらけにされ、あるいはハサミで切り裂かれ、息も絶え絶えな娘たちであり、未だ無傷のまま来るべき己の運命におののくものであり、地下牢の中に放り込まれた無数の屍であった。その後、ツルコ、ヤノッシュ、ウィビアリー、ダルバリアは三種剣、イロナヨウとドロテアセンスは火炙りに処されるが、エリザベートは王室との関係もあることから、無期懲役として窓もすべて閉ざされ、食事用の小さな扉があるだけの城内の寝室に監禁されることとなった。その4年後の1614年、希代の流血女王の姿を一目見ようとした監視が部屋を覗いたところ、エリザベートはうつ伏せのまま、すでに息絶えていたという。
エリザベートの手にかかった娘の数は300人以上と言われているが、その血に彩られた人生からしてみれば、あまりに静かな幕引きであった。怖い。なんかこう、人間って、ブレーキがない状況とか、状態になってしまうと、行くところまで行くっていうことがあるから、ね、権力を持ってるというか、止めることもできなかったんだろうけどね、周りの人たちも。最初はそうだったんだろうけど、だんだんその周りの人たちも狂ってきたんだろうな。怖。快楽殺人。通常の殺人事件には動機というものが存在する。それは怨念であったり、恨みであったり、愛情のもつれであったり、あるいは金銭関係によるものであったりと様々である。しかしながら、そうした一般で考えられる動機に当てはまらない殺人の動機というものも存在する。その一つが快楽殺人だ。快楽殺人と言われるものに確固たる目的は存在しない。それはなぜ個人を殺すのか。快楽殺人にあえて目的を求めるとすれば、殺したいから殺すということになる。人を殺すという、とはどういう気持ちなのだろうという興味や、血が流れるのを見たい、人が苦しみ死ぬのを見たいという欲望、それを満たすために人を殺す。人を殺すことによって性的快感を覚えるというおぞましき行為、それが快楽殺人なんだ。多くの場合、快楽殺人者はその素性の形成を少年期まで遡ることができると考えられている。対等、彼らの多くは幼少期に肉体的、性的な虐待を受けたり、あるいは家族との接触が極端に少なかったりと、心に傷を負って育っている。そうした誰も助けてくれることのない環境の中で孤独な幼少期を送り、異常な空想の中に逃げ出してしまい、やがて動物などへの虐待や異常な行動として実現し、次第にエスカレートしてしまうのだ。もちろんこれはあくまでも一般的な話であり、幼少期に心の傷を負った者が全て快楽殺人者になるわけではもちろんない。また快楽殺人者についてはまだまだ研究が必要であり、その裏に潜む社会や制度と付き合わせて考えていかなければならない問題でもある。現実事実としているっていうのはそうだよね。ちょっとあんま何も言えんわ、ちょっと。儀式殺人。何らかの宗教儀式的として行われる殺人のこと。主にカルト教団や悪魔崇拝者などによって行われ、特にアメリカではこの類の事件が頻発している。1970年にはある悪魔崇拝者が女性を殺害し、その肉を悪魔に捧げると共に自らも食した。1982年には8人もの女性が悪魔主義者たち4人によって殺害後、乳房を切り取られ生贄として捧げられた。この他にも悪魔への生贄として行われた殺人は数多く存在する。また儀式殺人は悪魔崇拝の逆、つまり悪魔払いの儀式として殺人が行われる場合もある。1980年代の日本では、肉体が死ななければ悪魔は追い出せないという考えのもと、悪魔がついてしまった友人から悪魔を追い出すために首を絞めて殺害した後、再び悪魔が乗り移らないようにその遺体をバラバラにしたという事件が起きている。また同じく1980年代、次男に悪霊がついてしまったとして悪霊を追い出すために長女と長男が暴行を加え殺害している。また競技のために集団自殺を行うカルト宗教団体も少なくない。1997年、アメリカのカリフォルニア州ではカルト宗教団体の所属の39人が別世界で再生する
という目的で集団殺人を敢行。その他にも多数の宗教で殉職と称した殉教と称した集団自殺の例がある。儀式殺人はいずれも聖なる儀式として、あるいは悪魔への捧げ物、生贄といった宗教的な意味合いが大きいため、殺人を犯した当人たちに罪の意識はない。ちょっと今回のワードさ、重いんだけど、全部ちょっとジェットババアとかにしといて。きついわ、読んでて。ちょっといろいろきついなあ。きついし数多いから、ちょっとあんまり一個一個にコメントをしていくのが難しいから、一気読みしてるけど、ちょっときついな。そっか、まあ、こういうゲームなんだけどさ。死者の告発。1976年、あ、これさっきのやつか。埼玉県は秩父札所永福寺に面した市道に幽霊が出るという噂が立った。市道脇には大きな貯水槽が置かれており、その近辺ではで幽霊を目撃したという人間が相次いで出たのだった。それ以前にはそういった噂は一切なかったにもかかわらず、通りかかった車のヘッドライトにボロボロの黒いタートルネックのセーターにスカートといったいたちの女の幽霊が浮かび上がるという目撃証言が次々に上がった。その女の顔は腐乱したようにただれ、髪は抜け落ち、思い出すだけでも恐ろしい容貌だったとも証言も容貌だったと証言も全て一致していた。全一致か。全一致は怖いな。幽霊を目撃したという噂はその翌年になっても絶えることはなく、近辺の人々は次第にその場所を避けるようになっていた。1977年12月7日の夜、地元の消防団員たちは水量を確認するためにその永福寺の付近の貯水槽へと足を運んだ。その付近には檻からの噂もあり、異様な空気が漂っているようにも感じられたという。貯水槽に近づき蓋を開けた消防団員の鼻腔を絵も言える異臭がついた。何かが腐ったような、そんな匂い。恐る恐る水槽の中を確認すると、黒い布のようなものが漂っていた。誰かがいたずらでゴミでも投げ捨てたのか。そう思いゴミを取り除こうと水槽の中をかき混ぜた団員の目に飛び込んできたもの、それは人間の死体だった。その死体は死後2年を経過しており、ほぼ全ての髪は抜け落ち、肉はただれ、引き上げられた際には首がもげ落ちてしまいそうなほどに腐乱が進んでいたという。かろうじて残っていた遺体の服装は黒いタートルネックのセーターとスカートであった。殺人と死体遺棄の容疑で調査を開始した警察はすぐに犯人を被害女性の元交際相手の男と断定。あ、よかった。捕まってるんだね、ちゃんと。調べによれば、1975年11月の夜、妊娠を理由に結婚を迫られた犯人は、外出先の車の車内で女性の首を絞め殺害。その後、貯水槽に遺体を投げ込んだのだという。赤ちゃんもいたのか。それはまさに、幽霊の噂が立つ直前のことだった。幽霊の出現はお腹の子供と共に2年間冷たい水の中で沈んでいた女性の無念を晴らしてほしいという訴えだったのかもしれない。通常何か恐ろしい事件が起きたという噂の場所で幽霊は出現するものだ。しかしこの事件では幽霊の出現の後に遺体が発見されている。そこだよね。ああ、そうなんだよね。他にも幽霊が無念を訴えた場所で後に事件が発覚したという例はある。北海道の縄文トンネルでは昔から男の声が聞こえる、血だらけの男が列車の前に立ちふさがるといった幽霊の噂が絶えなかった。1970年のこと、そのトンネル内部で修復作業を行っていた作業員たちにより壁に埋め込まれた遺体が発見された。壁か。ちょっと今ね、背筋がゾクゾクしてすっごい怖くて後ろ振り向きたくないから必死に読んでる。読むのをやめないようにしてる俺今。怖っ。ちょっと怖くなってきちゃった。その後の調べによると、明治時代、
開発の利益に群がった財閥家族、家族でいいんだっけ、家族たちにより北海道のトンネル建設が急速に行われ、その工事は過酷を極めたという。囚人や身寄りのない者を連れてきては強制労働させ、事故や病気により命を落とした者の死体は壁の中に埋め込まれたり、掘った穴の中にゴミのように捨てられたりしたという。当時工事で命を落とした者は300人を超えるとも伝えられている。そのトンネルの中でも同様のことが行われていたと思われ、暗い穴の中で命を落とした労働者の無念が幽霊となって現れたと考えられている。うん、どうしよう、この後俺お風呂行くんだけどどうしよう、どうしようよ、どうしたらいいのよ怖いんだけど、ちょっともう俺今後ろ振り向けないもん、ゾクゾクしてるもん、怖いよ、もうやだよ。待って、どっちが安全そう、うわー、血の効能のがまだ平和そうだ、先にこっちはもう怖いから、怖い方を読んでからその後の安全そうなのに来る。鉄の少女、最も有名な処刑器具といえばおそらくギロチンであると思われるが、それに対して最も有名な拷問器具といえばこの鉄の少女、アイアンメイデンだろう。鉄の少女は人体の大きさに合わせて作られた釣り鐘型の鉄の容器で、扉の内側には鉄の針が多数取り付けられている。その扉を閉めることによって中に閉じ込められた犠牲者は串刺しの苦しみを味わうことになる。15世紀ドイツのニュンベルグで作られた弦型の上部には少女の顔の細工が施されており、扉を閉めるとちょうどマントを羽織った少女が立っているように見える。それが鉄の少女と呼ばれるゆえんである。この鉄の少女は処刑拷問両方に使用できるように様々な工夫が施されている。まず扉の内側には多数の穴がうがたれており、針の位置を調整することによって急所を狙い死に至らしめる、あるいは急所を外し苦痛の身を与えることができる。また犠牲者は同時に鉄の容器という狭い空間に閉じ込められることによって精神的な恐怖を味わうことになる。さらに器具は分厚い鉄で作られているため、犠牲者の悲鳴が外部にほとんど漏れることがなく、拷問の執行者が熟練者でなくとも恐れることもなく刑を執行できるのである。鉄の処女の現物は1944年の空襲によって大破、現在では1828年にイタリアはミラノの貴族によって復元された複製が残っているのみである。この恐ろしい拷問器具は16世紀に偽金作りに対して執行されたという。偽金ってそういうこと、お金、偽札ってこと。記録が唯一残っているだけで、彼女が何人の人間をその身に抱いてきたのかは闇に包まれている。ああ重ちょっとつらー。血の効能、古来より血液は人間の体内から分泌される、体液の中でもとりわけ大きな意味を持っているとされてきた。なんか牛乳とかもそうだよね。お乳って、乳って一応血なんだよね、女性の 元は血が、まあ、ろ過されたものっていうか、そういうことなんだよね。一応そういう意味ではやっぱ効能は高いのかなっていう気はするけどね。大量の流血はそれだけで不吉な死を連想させ、また体内に脈々と流れる血は端々生命の力を感じさせる。血液とはそうした両犠牲を持つものであり、不浄であるとともに純血の証でもあるのである。古代アステカでは人間の血を神に捧げる儀式が行われていた。テスカトリポカシンの化身として選ばれた若者の血と心臓を豊穣の祈願とともに神に捧げていたのである。また古代のギリシャ人は血と冥界の間に大いなる関係を見出していた。紀元前8世紀のギリシャの詩人ホメロスはオデュス、オデュ
セイヤの中でオデュッセイヤが羊を生贄にしてその血を死者に飲ませるという場面を描いている。生贄の血を飲んだ死者たちは生命力を取り戻し、オデュッセイヤと語らい合う。またギリシャの神話に登場する王女メディアは夫の父親の体内の血をすべて抜き出し、自らが作った薬液を注い込むことで再び若々しい生命力を取り戻させている。その一方で病気などは体内の悪い血が原因とも考えられていた。ああ、サヤ線みたいな感じ。サヤ線は血が壊れていく病気だったけどね。あや線じゃないよ、サヤ線だよ、うん、病気っていうかそういう呪いだったけど、副作用だったけどね。土蜘蛛の血の血として盛んに射血が行われ、また大人の汚れた血は子供の無垢な血で浄化されると考えられていた。古代ローマのコンスタンティヌス帝は病気の際3000人の子供の血を身に浸したということが、それなどはまさにそうした俗説が知れ渡っていたことを伺わせる。3000人、これさ、今みたいな献血じゃないよね。さっきの吸血鬼の人の10倍なんだけど。人間の全血液量は体重の13分の1を占め、あ、そんなもんなの。ああ、そんなもんか。だいたいタンパク質、そうか、水か。水が3分の1とか言うけど。このうちの3分の1を失うと命に危険が迫り、半分を失うと死亡に至る。体内に酸素や栄養を供給し、老廃物を体内へと流し出し、体内の水分を調整するというように、体にとって重要な役割を果たしている血液は、まさに人間の命の源であると言えるだろう。でもよかった。最後がなんかこれでよかった。なんかちょっと、働く細胞を思い出してた。最後のちょっと働く細胞を思い出して、俺の中がちょっと平和になったわ、今。よかった、よかった。そっか。ちょっと、クソ重いのばっかり来たな、なんか。最初のやつめっちゃきつかったんだけど、ちょっと。もう怖いよ。本格的に怖くなってきたな。で、これ、そういうことなんだ。ってことは、物語の鍵はこの人か、第1話、チェーンメールは。なんでチェーンメなのじゃなんかチェーンメと無理やり繋げてない？ああだ、それもう。いやどうあれか、都市伝説には真実も隠れていることもあるかもしれないって話か。そっか。ジャンピングバーさんとかでいいんだよ。ジャンピングバーさんとかで。なんでこんな重い、くっそ重い話なんだよ。読んで、やー、もう今回疲れた。もうやだ。お風呂行きたくない。怖い、怖い。誰か一緒にお風呂入って、ゆうのさん。ゆうのさん一緒にお風呂入ろう。怖い。ありがとうございました。ありがとうね。あやせんでもいいよ。